歌手で俳優の福山雅治55が13日地元の長崎市長崎スタジアムシティでこけら落としとなるフリーライブグレートフリーダムを開催した。1曲目からヒット曲ハローを歌唱し盛り上げた福山は、会いたかったです、長崎ようこそスタジアムシティへと挨拶。生まれ変わった街と言っていい、僕自身もこの場所で生まれ変わったような気持ちです、まるで新しい人生が始まったような気持ちですと心境を語った。お集まりいただいたお一人一人の人生と僕の人生、スタジアムシティに関わった全ての方の人生が音楽でつながる、そんな時間が過ごせればと思っておりますとライブの意義を語る。そして私福山は長崎出身、指示ですが少年の頃13歳でギターと出会い、18歳でギターを持って長崎を出ました。1987年9月に長崎駅から寝台車に乗って東京に出ました。55歳になってこのスタジアムに立っていますとしみじみと語っていた。